どうも、ハッシーです。はい、今回なんですけど、とある方にね、YouTube の動画のネタを2つほどいただいたんで、そちらをやっていこうかなと思います。そのネタっていうのがね、このペヤング焼きそば速乾極激辛一味プラスいうのをいただきました。それとこちらマジカラっていうスパイスですね。なんかこれカレーの辛味付けにとか書いてるんですけど、これちょっとだいぶ前にいただいとって、賞味期限が23年6月21日になっとるんですけど、まあいけるか。とりあえずこの2つをちょっと食べていってみようかなと思います。それでは早速いってみましょう。まあ今回ね、ありがたいことにネタを提供していただいたんですけど、前の動画で撮ったと思うんですけど、辛いものあんまり得意じゃないんですよ。なんでね、今回食べてみるんですけど、場合によってはね、ちょっとその提供していただいた方をね、恨むことになるかもしれんな。それではレッツクッキング。これ下の方を読みたら、泣けるほど辛みが強いので、小さなお子様や辛みが苦手な方の喫食には十分ご注意くださいって書いてますよ。いけるかな。ででん、ふりかけ、カヤック、そして極激辛ソース。カヤックを入れる。およそでいく。3分間置いていく。これ気づきました。これ男の子なら誰でも知ってると思うんですけど、天中はこんな感じ。極激辛ソースを入れていく。混ぜていく。匂いか。でもこんな感じか。バカ見てなんかもならんすね。ふりかけもかけていく。お、なるほどなるほど。ふりかけも辛いやつか。ででん、完成でーす。はい、まあ今回の流れとしましては、まあ、まず最初にね、このペヤング食べていきます。で、食べとる途中でこのペヤングにこれマジカラをかけていきたいと思います。それではレッツイッキン。いただきます。怖いなあ。口の中に広がる感じですね。痛い。やば。どうしよう。これ一口に勇気がいるぞ。いきます。おお、やば。見て。ああ、つ。痛い。痛い。唇が。なんか耳が出なかったけど。ちょっと待って。これはきんしんどいぞ。
あっ、量が少ないからいけると思ったんですけど、全然そんなことないな、これ。痛い。息ができない。それでは自殺行為ではありますが、マジカラをかけていきます。おらー、いやー、やばない、来ないなってことだ。あっちー、これしんどい。ちょっと休憩挟みます。辛いのには牛乳がいいって聞いてたんで、コップ一杯いただいてきました。A few moments later. はい、かれこれ10分ぐらい今休憩しょんすけど、口の中がね、全然痛みが収まらんのんすよ。まあちょっと全部声に聞こえるんですけど、もうなんかこれ一口一口勇気がいるっすね、マジで。ちょっとこの間のカップヌードルの激辛味噌とはまたもう全然次元がちゃうっすね、これは。まあマジ辛をかけたところで終わっとんすけど、若干ね、美味しそうな匂いにはなったんですよ。もしかしたら味も美味しくなってるかもしれない。まあまだちょっと口なんか痛いですけど、食べてみたいと思います。いきます。全然辛くなくなってしまった。でも後からちょっと、後から来るっすね、これかけた。カレーな。あ、やっぱカレー。ああ、ちょっとお腹がなんか膨らんできてる気がする。ございます。結局あのあとお腹が気持ち悪くなっちゃって、気づいたら寝ちゃってました。でまあ提供してくれた方には申し訳ないんですけど、ちょっとね、二口分ぐらいちょっと残すような形になってしまいました。まあちょっとね、辛いものが得意な人は全然ええと思うんですけど、まあ、ちょっと辛いものが得意じゃない人にはね、本当に全然おすすめしたくないですね。おすすめしたくないですね。まあ、ちょっと食べるときもね、注意して食べた方がいいと思います。このペヤング極激から、1インプラスめちゃくちゃ辛かったんですけど、レッジバンガードが確か置いとんですよ。で、あとマジカラは、多分スリコに行ったら置いとるんですかね。なんでまあ興味ある方はぜひね、食べてみてもらってコメント欄で教えてくれたらと思います。それではね、この動画がいいと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。